こんにちは、ぬいです。今日は待ちに待った親子遠足、ハイテンションです。みんなでバスに乗っていくよ。パパ、パパ、バスに揺られて眠たくなってきたかな。おやつ配ってもらいました。あとでおやつ食べようね。これも喫茶店ね。先生に言われたことを復習。到着しました。みんなでスモック来たよ。初めてのところで緊張気味。キョロキョロ観察してます。たこ焼き屋さんになりました。ここはお寿司屋さん。何食べようかな。これはマグロ。あ、サーモンないね。じゃあこれエビちゃん。ありがとう。お次はパン屋さんになりました。じゃあパパ、あ、どこ行くの次。パン屋さん、パパ、クロワさんがいい。買い物もできるよ。何買おうかな。大好きなブドウもありました。みかん買うか悩んでる。チリーはやめた。まだ食べたことないもんね。またブドウ。たくさん入ってるな。じゃあ3つまでだよ。じゃあ3つ。3つまで。欲張りすぎ。うん。なんか返品したら。無事ネジ。ぶどうはしっかり買ってますね。ちゃんと入れてくれました。上手。お会計するよ。レシート出てきました。ありがとう。トリちゃん、それ持って帰ったらダメだよ。ブドウを持ち逃げしました。こら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 、返しに行こうね。トリちゃん、ジャブジャブポンプ。水を運ぶ仕組みを学べるんだって。
を汲んで水がいっぱいになると猿が倒れるそうです。楽しそうだけどなかなかうまくいかないね。楽しく学べる仕掛けがたくさんあります。真剣な顔になってます。お昼休憩、大好きな梅干しおにぎりもあるよ。酸っぱいもの好きに歳児。お友達のことが気になってしょうがない。みんなはどんなご飯を食べてるのかな。枝豆も大好き。パパに似てお酒大好きになることでしょう。食べてくれてありがとう。バイ弁当じゃなくてごめんね。もちろんおやつまでしっかり食べております。食後の運動、あんまりはしゃぐとお腹痛くなるよ。いろんな色のウビちゃんいるね。愉快な牧場を歌ってます。おい、何隠れるんよ。かくれんぼ、人が入れるシャボン玉。ここでも固まってます。大好きなシャボン玉の中に入ってるよ。体の仕組みのお勉強。自然科学コーナーに来たよ。ぼっくり釣りしてます。釣れたね。みんな大好き夏ぼっくり。釣り橋もあるよ。公園で遊んでるからお手の物。上手に渡れてます。
ところにあるの？高所恐怖症ではなさそうです。滑り台もあったよ。楽しく遊んで学んで大満足。おいしい？お菓子が一番かな。楽しい思い出できました。先生、パパ、ありがとう。